いつもよりもあります。どうぞ近くでお写真だけでもね撮ってください。よいしょ、太鼓の音の鳴る方にお越しいただきたいと思います。と思います。せっかくなんでお写真撮り放題です。動画も撮り放題ですよ。ただカメラ目線ができないんで、いいタイミングでお願いしたいと思います。もっと近くで撮った方がもっと可愛いですよ。そうそうそう、前見て、こってて、はい、お利口さん、あ、来てくれてありがとうね。蔵之介って言います。11歳のお猿さんです。で、注意事項になるんですけど、ロープの中入れません。そしてお猿可愛いんですけど、あ、お気遣いどうもありがとうございます。優しいお客様、ね、どうもありがとうございます。やっぱりね、こうお互いを思いやるって大切ですよね。日本人の素晴らしいところですね。どうもありがとうございます。ありがとうね、来てくれて。よいしょ。注意事項になるんですけど、ロープの中入れません。そしてお猿可愛いんですけど、私しか触れないんですよ。一対一の信頼関係でやってるんで、皆さんが触ろうとすると明日のヤフーニュースに載ります。絶対触っちゃダメですよ。近く行くけど手は出さないようにね。誰でも懐くわけじゃないんですよ。そこが押さるの難しい。よいしょ。どうでしょう皆さん、何もしてない猿を見てるのは、何かすると思ったら何にもしないわけですよ。皆さん真面目に見てらっしゃるんでいいのかなみたいな。動きましょうか。ちょっと置物みたいになっちゃってるんで、まず蔵之介君が一番初めに覚えた芸からちょっと見てもらっていいですか。準備運動としてね、一つ目の芸になります。いきますよ。歩きます。始まりました。一つ目の芸がすっごい上手です。最近あまりにも自然すぎて全然芸だと分かってもらえないんですよね。ありがとうございます。じゃあもうちょっと分かりやすく、今から野生に戻します。歩き方比べてみてもらっていいですか。クラちゃん芸やめちゃっていいよ。ほら分かりやすい。もともとワンちゃんと一緒ですよ。でもこの子ただのお猿じゃないんで、ここからですよ。いくよ。全集中です。お猿の呼吸です。一の肩、二足歩行です。完璧ですね。もうちょっと感動してもいいですよ。皆さんのことちゃんと見てますから。なんでかっていうと、お客様の反応で最近やる気変わります。人数じゃないですからね、関係ないですよ。なあ蔵之介、なんていうのかな、こう盛り上がりっていうのかな、盛り上がりですかね、やっぱり盛り上がり。よかった、伝わって。すいませんね、分かりづらくて。ありがとうございます。お手手パチパチ上手。皆さんにあの拍手していただきますと、自分のこと褒めてもらえてるんだなって分かるわけですよ。なので今から挨拶する前に技もう一つ決めるんで、技が決まったらできるだけ全員でもっと大きくお願いします。いきますよ。それでは蔵之介くんの一発ゲームで3、2、1、はい、バク転でございます。そういうの待ってました。はい、ありがとうございます。そんな感じで最後まで惜しみない応援をぜひお願いしたいと思います。よかったな、蔵之介、お客さんに集まっていただくと言われてるんです。お付き合いいただくのは蔵之介くん11歳、そして私相方トレーナーのトシと言います。コンビ名がちゃんとありましてな、はい、蔵&
トシと言います。そしてスタッフの俊君、そしてお客様を交えていい勝にしたいと思います。どうぞたくさんの拍手、温かい応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、それでは張り切っていきましょうか。お猿の芸一つ一つに意味がありまして、もともと4本の足であるお猿さんが2本の足で立ったままいきます。皆さんがどんな試練も超えれるように。いいですね、ありがとうございます。ちょっと飛んでるんだか飛んでないんだか分かんないので、もう一回おまけの跳躍。全然飛んでない全然飛んでないから失礼しました。こっからですよ、もっと座ってたよ早いから休憩が。連続皆さんがこの先トントン拍子にうまくいきますように願い込めて、それではいきましょうか。できた時は皆さん全員で盛り上がってください。お見事、ありがとうございます。やったな、よいしょ、やると思った。頑張るところを見ていただきたい。これ飛べたら頑張ったって証明できると思います。最初の見せ場ですよ。今来たお客様ありがとうございます。跳躍芸最初の見せ場ご覧いただきたいと思います。どうぞどうぞどうぞこっち側のお客さんしか見えないと思うんですけど、寝てます。本番中で、本番中、技の途中。倉之助ほら起きて、ちゃんとあっちのお客さんを見てごらん。ほら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 、みんな応援してくれてるから、みんなは。来た来た来た、でもすいません、めんどくさいやつで。見てるよみんな。それでは皆さんの期待を背負ってな、行くぞ倉之助。ドキドキしながらご覧いただきたいと思います。連続行くぞ、はい、跳躍、はい、飛び、ほらほら、足どうした、足どうした、足、歩き方、そんなわけないだろ、やめてそういうの。大変失礼しました、また座ってる。やっぱ高ければ高いほど恐れたって弱気になっちゃいますよ。でもこの子ちゃんと頑張るんで、ここは一つ信じてあげてください。もう一度、それでは皆さんが行くぞ、この先どんな困難も越えれますように。いやー、いいですね、ありがとうございます。素晴らしいですね、ラムスケ、よかった、よし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 、ありがとうございます。ちょっと嬉しかったね。おまけ見てもらっていいですか。足元にご注目、はい、ポーズ、キュンです、キュンです、すっごい上手。もうこうやって皆さんに見ていただけるおかげで、練習でも難しい技本番に決めることができるわけですよ。それではですね、残り2芸です。どうぞ最後まで楽しんでいってくださいね。今日は本当に皆さんに予定がある中足を止めていただいてありがとうございます。皆さんの今年の桜が素敵な思い出の森子さん、まず乗れるところを見ていただく前なんですけど、ちょっと練習してきたことがあるんでご覧いただいていいですか。いきますよ、ほっ、ほら、ありがとうございます。あら、嬉しいですね、練習した甲斐がありました。どうもありがとうございます。もう一回やっていいですか。連続でいっちゃうんで全集中でご覧ください。いくよ倉之助、はい、チャンスが飛んできたら、はい、掴む、はい、掴む、そして、はい、よいしょ、乗っちゃうと、乗れてない、はい、乗っちゃうといいですね。お茶の子さいさいというやつでございます。ありがとうございます。半年かけて練習したこの安定感です。どうもありがとうございます、優しいお客様。もうちょっと見せてあげて。でも最近ちょっと思いました、時間かけて練習してきたんですけど、地味、すっごい地味。もう一本あります、お猿さんにしかできないお猿ならではの竹馬芸です。見ていただくのはこちらです。おお、いい反応ありがとうございます。いいですね、高いですよこれ。
9800円しました。蔵之介君の身長の2倍以上あるこの大きな竹はただ乗るだけでも難しいんですけど、今日は私が竹を渡したら自分で立てて登っていきます。まさに竹馬芸の最高峰です。どうぞ緊張感を持って見てやってください。行くぞ蔵之介、竹馬で一番難しい技見ていただきたいと思います。さあ準備して蔵之介、はい、行こうか。はい、まずは一本です。行きます。自分で起こします。こら何起こってんだよ。失礼しました。もう一回、そっ、やめなさい。なんかへそ曲げてますよ。何起こってんだよ蔵之介、頑張ろうよ。はい、どうした、ちょっと待ってもらっていいですか。どうしたの、どうしたの、どうしたの、どうしたの蔵之介、どうした。あ、それか、それか、すいません。皆さんの応援を力に変えて、そうだそうだそうだ、2本目いきますよ、2本目、よいしょ、大きな、はい、竹馬、よしいでしょう。皆さん一緒に手拍子お願いしていいですか。太鼓と合わせていきましょう、せーの、はい、よいしょ、蔵之介素晴らしい手拍子ありがとうございます。偉いぞ蔵之介、そうだそうだそうだ、はい、お利口さん、さあここまでおいで、もうちょっとおります。大きな、はい、竹馬、はい、ご覧いただきました。ありがとうございます。それでは皆様お待たせいたしました。今から本日の一番見ていたか、皆さんに見てもらいたかった技に移っていきたいと思います。どうぞあと一芸だけお付き合いください。一番大きい道具を使います。皆さん、旅の途中、旅行の途中にこうやって足を止めていただいて本当にありがとうございます。今から最後の技見ていただくのは、平安時代から受け継がれている伝統祝福芸。最後の技の意味は、神の使いであるお猿が人々の願いを受け取り、思いが届く駆け足になりますようにと、そんな思いがあって作られた技です。今から心を込めて演じさせていただくんですが、その前にご祝儀です。大体こんな空気になると思ってました。今日はですね、豊臣秀吉公ゆかりのこの地で伝統芸能を披露できるということで、ちょっと張り切りまして少し大きめな株を用意しました。ショーが終わりましたら、公演が終わりましたら、この株を持ってスタッフの俊君が皆さんの前ぐるっと回っていきたいと思います。その時に思ったままの皆さんが決めていただいた評価をぜひ入れてあげてください。急にこんなこと言われても、実際最後どれぐらい入れてあげればいいかわからない、多分そうだと思いますが、決して強制ではありません。私の優しいお気持ちは折りたためる形に変えていただきますと、私たちの今後の励みになります。そして本日高評価500円以上入れていただいたお客様には、こちらお猿のご縁カードをお配りしております。お猿の縁とご縁の縁をかけたご利益のある1枚となっております。皆さんにますます良いご縁がありますように、続きますようにと心を込めて用意させていただきました。どうぞこの機会にお持ち帰りください。それでは最後の一芸を一生懸命頑張りたいと思います。お待たせ蔵之介、はい、どうぞ蔵之介くんの最後までの一番温かい応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは行こうか、はい、お待たせいたしました、行こう、はい、蔵之介、はい、お待たせしました。次で打ち止め結びの芸、いよいよ始め、締めの段、発想飛び、
しゅんくんごめんね、音響トラブルです、ごめんなさいね。それでは、いきます。ただ飛ぶだけではございません。着地にご注目いただきたいと思います。それでは参ります。ほっ、逆立ち、よし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 、 OK。 どうした、大丈夫か。はいはいはい、まだまだいきます。幅が広がれば広がるほど難しいです。自分の全体重、手首と肩だけで支えます。はい、下向け、はい、跳躍からのバランス完璧ですね。逆立ちの状態で山登り、ここからさらにもう一上げです。3秒しかできない技いきます。3、2、1、片手、1、2、3、いいでしょう。ありがとうございます。それではあと1回だけ幅伸ばします。距離が距離なんですけど、せっかく集まっていただいたんで、今できる限界の幅まで見ていただきたいと思います。伊藤からのスケ、はい、もうちょっと後ろ、もうちょっと、もうちょっと、あと一歩、はい、楽しい。そう、今まで全国各地でたくさんの人を笑顔にしてきたこの子、本当にすごいお猿さんです。ですがコロナの影響でショーができない時期もありました。今こうやって見ていただけることが本当に嬉しく思います。今後の皆さんの飛躍を願いまして、それでは緊張の一瞬です。18番、発走飛び、よーし、決まりました。てっぺんまで、よーし、理事長、はい、頑張りました。ありがとうございます。よう頑張った、倉之助、倉之助、すっごいよかった。着地もかっこよく、よいしょ、日本ガルの倉之助くんでお付き合いいただきました。皆さん貴重なお時間、最後までたくさんの応援を本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは私たち自信を持ってカゴを回る。